マジで、あの治療の後、翌日、はい、投げた、あれ多分やばかったと思う。やばかったっす、やばかったっす。あれマジでやばかったっすね。はい、あれマジでね、今までにない、もう完全復活だと思う。うん。うん、はい、どうも、良平です。よろしくお願いします。はい、本日は、この試合の前日ですね。大川神経バランス整体院さんでの治療後、翌日マウンドに上がったのでそちらの様子をお届けします。はい、この日は寒草ですね。ラガーズで寒草の、大事な一戦となります。はい、初球外れてボール、次の球も似たような感じですかね。変化球が外れたような感じになります。はい、3球目もボールで、4球目もこれ先頭、1球もストライク入らず歩かせてしまいます。ちょっと不安な立ち上がりですね。これも大きく外れて初球ボール。さあ2球目はこれやっとストライク入りますね。高めアウトハイのボールでストライク取ります。はい、次威力のあるまっすぐでストライク、2ストライクとなります。早くに追い込むことができましたが、これ高めのボール、マーク弾き返されてしまい、センターオーバーの長打となってしまいます。ただこれ、なんとかセンターの谷中がうまく処理してくれましたが、これがツーベースでピンチとなってしまいました。はい、ノーアウトでランナーに三塁となります。これも高めに外れてボール。ただ威力はあるんですよね、高めのまっすぐのボールに。はい、お次の球、これいいとこ決まりましたね。アウトコースギリギリに、ストレートでストライク。はい、お次の球、これがファール。これもちょっと高めかな。まあ、でも威力がありますね。はい、追い込んで、これも高めのまっすぐで空振り三振となります。やっぱね、高めに威力があるとあそこのボール、まあ、振ってくれますからね。はい、これも高めのボールですね。まっすぐが非常に走っているという、まあ、受けていて印象は感じましたね。はい、追い込んで、これも高めのまっすぐ。これね、後でフォークで言うんですけれども、鬼シュートしてるんですよね。で、まあ、これちょっとまあ僕言い訳ですけど、弾いてしまってファースト送球してアウト。進塁はされてないような感じです。はい、これ、ちょっと変化球が外れてしまい、二つ目のフォアボールを出して満塁となってしまいます。お次のバッター。これも初球ちょっとアウトコース高めに外れてボール。二球目は、これはいいボールですね。アウトローにビシッとまっすぐが決まっています。2ボール1ストライクで、これはわずかに外外れてボール。3ボール1ストライクとなって、これも大きく外れてしまい、押し出しで1点を先制されてしまいます。この日威力はあるんですけどね、高めに抜けるボールが目立つなぁといったような感じですね。はい、お次のバッター、なるべく最小失点で抑えたいところですが、これもちょっと外れて、でなおかつ左バッターの時はちょっと抜けも目立ったかなというような。はい、これいや、いいですね。ここに決まるボールがすごい伸びてくる感じがありましたね。はい、これもアウトコースギリギリにストライク。いや、いい球ですね。はい、追い込んで、これがいいファスを、まあ、見せ球、タイミングをずらして2ボール2ストライクとなります。さあ、ここの球重要になってくるんじゃないかなと。よいしょー、トントン。この日本当にまっすぐはいいですね。ナイスピッチング。はい、逆転して2回のマウンドへ上がります。これも、まあ、ちょっと高いっちゃ高いかもしれないですけど、威力のあるまっすぐです。わずかに外れたか。いや、いいボールなんですけどね。いや、ちょっと取ってほしいなって思うところではあるっちゃありますね。はい、これもちょっと大きく外れてしまい、3ボール1ストライクとなります。はい、ただね、ここからストライクを取って、フルカウントに持ち込んで、はい、またも高めのまっすぐでワンアウト。いや、いいですね、走ってますね。これもね、振り負けてるんですよね、バッター。ここでいいファーストボール、いいですね。こういった時に追い込んでからじゃなくても見せ玉としていいファスを使うっていうような、スタイルですね。で、ここでまあいいファスなんとなく速いボールですよね。2ボール2ストライクとなって、これがセカンド
こでめちゃくちゃ跳ねるんですよね。いきなりめっちゃ跳ねて、まあ、これはちょっと仕方ないかなっていうようなヒットですね。その後ランナーを出して1、2塁のピンチとなります。さあ、2回続けてのピンチですが、うまく抑えたいところ、これ、そうなんですよ、勝ってるんですよ。勝ってるからああいうファール出せられるのかなと。で、これ勝負、スライダーがこの日ちょっとね、スライダーの制球力もあまり良くはなかったって感じがしますね。はい、ワンボールワンストライクで、これはファール。まっすぐはほぼ当てられてないですね。しっかりとミートされてる感じがなかったですね。これ変化球をショートヒロトのところに出して、セカンド送球、ちょっと危ない送球ですが、ショートゴロでピンチを出します。はい、さらに追加点を取った後の3回もマウンドへ上がります。これ初球ポーンとまずストライク取りました。はい、その後ボール2球がありまして、これまたまっすぐですね、高めの、いや走ってるですね。はい、2ボール2ストライクで、これがね、初めてこの日スライダーで三振を奪いました。これは曲がってましたね、めちゃくちゃ曲がってるし、追い込んでからいいところに来ましたね。はい、これアウトコースにいいボール、ナイスボールストライクです。はい、2球目、これもアウトコース、いいボールなんですけども、ちょっとボールですね。はい、これショートの横、横じゃないんだよな、これショートの下って言ったらいいんだよな、ヒロト。まあまあ難しいだけではあるんで、これインコースに、ストライク、はい、詰まらせてセンターフライです。はい、やっぱ走ってるからね、どうしてもやっぱバッターは詰まっちゃうのかなっていうようなボールを投げてますね。はい、これさらにフラフラーっと上がって、サードフライ、この回も無失点となります。翔平久々の4イニング目のマウンドへ上がります。もともとね、ラガーズで投げる時もリリーフとかっていうのはあったんですけども、先発で4イニングっていうのはなかなか今まで見なかったので。はい、これこの日初めての見逃し三振、アウトローいっぱいのボールです。ナイスボール。はい、お次のバッター、これがピッチャーゴロ、自ら処理して、はい、2アウト。この回ここまでまだ4球です。はい、お次のバッター、これまあハーフスイングですよね、やっぱ高めまっすぐボールと分かっても途中まで振っちゃってるっていう。はい、これがライト方面にフラフラーと上がって、岡崎さんがダイビングするもファール。はい、そして、はい、またも高めのまっすぐ。本当に今日高めのまっすぐで何個三振取ってるんだっていうところですからね。そして今季最長の5イニング目のマウンドへ上がります。今までなかったんじゃないですかね、去年も含めて。はい、これファールボール、威力が変わらないですね、5イニング投げても。はい、いいファース、これをうまく打たせてショートゴロ、しっかりとステップ踏んで、はい、ファーストアウト。はい、ワンアウトです。いいなぁ、あそこのボール、いや取ってほしいですね。いやでもいいボールですよ。はい、まあ、これちょっと高めかなと。ツーボールとなって、お次の球が、はい、またもいいファース、これ打たせてサードにフラフラーと上がった打球、キャプテン神田さんしっかり掴んで2アウト。ここぞという時でいいファースってやっぱ効いてきますよね。はい、2アウトとなり、これちょっと外れてボール。でもね、コースもいい感じですよね。これ翔平さんマジでごめんなさい、ストライクなんですけど変な取り方して、インコースのスライダーですね。はい、すいません。次のボールは高めを要求して、これちょっとまあ要求より若干高めいっちゃったかなというような感じです。はい、このボールキャッチャー、あー取れなかった。ここ取ってればねよかったなーっていう、いやもったいねー、これ取ってればねチェンジでしたからね。はい、ということでじゃあ切り替えていきましょう。お次のボールちょっと翔平さん長めに持って、これが高めに、めちゃくちゃ威力あるボールでしたね。5イニング投げてる人とは思えないようなボールでした。はい、ラストボール、これやったらねファールですね。バッターも粘ってきますね。いやでも威力あるからめちゃくちゃいいボールです。はい、これよいしょ。はい、アウトローの見逃し三振となります。はい、この日は5回1失点でした。ナイスピッチング。それでは試合後のトークへどうぞ。はい、というわけで、はい、前回ね肩治療を
させていただいて、はい、大川神経バランス整体院さん、はい、横浜まで行きまして、はいはい、やってもらいました、うん、めちゃめちゃ変わりました本当に。そう、それ以前にね、いろいろこう接骨院とか整体とか、うん、小発先生の方とか、うん、行かせてもらってたんですけど、速攻性を感じたかな。あとはこうお家でできる改善法というか呼吸法っていうか、そう、呼吸法っていうのも教えてもらったんで、これすごいなと思いました。はい、本当にすごいと思った、はい、映像を見てもらうと分かると思うんですけど、最初多分フォアボール出しまくってたんですよ。デッドボールもしてたし、うん、であれって今までその治療前のフォームとは違うフォームになってた。ここまで上がるんだみたいな。そう、いつも上がるところがなんかすごい上がってて、うん、すごい違和感を感じてて、なんかこう確かめながらなんか投げてたんですよね。でも受けてる方も上がってるなと思ってたから、やっぱ最初は戸惑ってしまって、まあ、コントロールおかしかったんですけど、だんだんこう慣れてきて。最初だけですもんね。そう、最初、最初だけもう感覚おかしすぎて、うん、上から投げてたのよ。全部リリース、うん、上がるもんだから全部高めに行くじゃん、ポンって。見てもらったら分かると思うんですけど、マジで高めに行きまくってる。引っ掛けちゃうボールが少なくて。そうっすね。受けてる方は楽だった。マジか。肩痛がやばすぎて、うん、思いっきり腕を振ってこう切るっていうのはできなくて、はい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 、今までいつも抜いてカーブが投げてたんですよ。その関係で、まあ、ずっとその強く腕を振ってスライダーを投げてこなかったんで、感覚がおかしかった。すごいこう、はい、コントロールに変化球の場合は苦戦をした。でもまっすぐは本当今までにない腕の上がりとか。そうですね。リリースとか多分シュート成分がすごい大きかったんじゃないかっていう。そう、はい、感じはします。めっちゃシュートした一球だって何でもないボールを普通に高めの空振り取ったもんで、うん、あれえげつないことシュートするよ。マジか。だから横シュート、うんうん、ツーシームとはまた違ったような。いやまあ俺もそんな感覚はなかったんで、うん、分かんなかったけど、でも一球最後の方にえげつない抜けがあって、両辺がこうバレリーナのようにこうジャンプして取ってたんですけどまああれもちょっと改善は必要かなと。そう、左バッターの時が多かったかな。そうね、強くこう投げていくそういう期間が少なかったんで、最近ずっと、ね、もう本当に抜く感じだったんで。いいファス1、うん、ふわ、まあ、あれもあれで使えるけどね。まあ山なりでね、とりあえず使えるけど、僕の中では逃げというか、やっぱこう速い球が投げれない、肩痛いから、なんかそういう小細工をして抑えていく、ちょっとこうずる賢い、普通にそれでやってる人もいると思うんで、はい、僕からしたらちょっと逃げかな。逆にそれで打たれたらちょっと罪悪感がすごいと思う。あ、いやだったらもう強く投げて打たれる方がいいなっていう、うん、タイプ。まあチェインボンズ戦も後日出ると思うんですけど、ふわっと投げたボールが打たれまくって最後やられるっていうのありましたし、実際あの時もまっすぐはあんま打たれてなかったっていう。そうですね、感じしたんで、まあなるべくイーファスの方はもうほどほどに、ちょっとボールでもいいからちょっと見せるぐらいな感じで、うん、それこそパゾンさんの使い方みたいな。まあそうだね。とか、まあ伊藤博文投手の使い方みたいな感じ。そうそうそう。あとまあ精度よくストライク入ればいいかなっていう。まあなるべくね、長いイニング投げたいと思ってるんで、はいはい、そのためにはやっぱりね、変化球もたくさん使って、いかにこうストレートの数を減らしてって試合を作っていくかっていうところなんで、うん、もう今年31になりますけど、はい、まだまだ若いとは思うんで、ちょっと諦めずにスピードボールも意識しつつ、精度も意識しつつ、後輩への教えるという伝承というか、はいはい、そういうのもやりつつ、これからも頑張っていきたいと思います。はい、まあ野手転向っていう話をしましたけども、まあ野手転向もしたかったけどな。じゃあしてるけどな。ちょっと待って、二刀流でいいじゃん。二刀流だってよ。いける？やればできるゴールデンブレイブスの高岸さんじゃないですかでも実際そうじゃないですか。最近本当にここ2週3週ぐらいで、はい、打率5割8分ぐらいなんですよ俺、うん、本当に打ってて、はい、17打数10安打だし、うん、もうヒロトのこのトップのアドバイスのおかげだけ、ここだけ、うん、本当に振るのは何もないよ。ここの石だけで打率がバーン上がったんで、ちょっと皆さんもね、ちょっと実践してもらって、はい、あとはまあ僕のようなパワーがあればね、出るんでね、筋肉につけてもらって、そうそうそう、脂肪もたくさんね、そこはいいやまあ今甲子園もやってますしね、はい、たくさん野球に関わる時期だと思うんで、まあ、夏なんでね、たくさんこれからも野球大好きでいましょう。はい、僕もさらにこう投げるようになったんでね、野球がさらに大好きになりました。まあ、ピッチングの方も今後動画ちょこちょこ多分撮ると思うので、はい、また見ていただけたらと思います。変化球とか、まあ、コツとかなんかそういう質問があればぜひともコメント欄に残してください。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。